バランスボールを使ったトレーニングの例、バランスボールバランスボールは体と密着させてバランス感覚のトレーニングを行うためのボールである。1963年にイタリアのプラスチック製造会社のアクイリーノ・コサーニが開発し、その後スイスでリハビリテーションのための医療器具として使用され始めた。日本には1980年代に伝わり、筑波大学が広めたが、 一般的には2001年に当時、セリエ A の AS ローマに所属していたサッカー選手の中田秀俊氏がトレーニングに使っている映像がテレビ番組で放送されたことから知られるようになった。その後テレビや雑誌等に効果の高いフィットネス用品として多く紹介されたことで広く知られるようになっていった。人の体重を預けても破損しない強度、弾力を有しており、 素材としては塩化ビニル樹脂が使われることが多い。ボールの不安定感によってバランス感覚を磨き、体にとって有益な刺激として活用するのがバランスボールエクササイズである。バランス感覚を磨くだけでなく姿勢の矯正しなやかな身体、筋力向上などの効果もある。スイスでは集中力を高める目的で教室の椅子として使用する格好もある。 45cm、55cm 45、65cm 55、75cm 65、85cm 75、95cm 85、120cm 95、150cm、150 180cm などの様々な大きさがあり、体の大きさや用途によって使い分ける。ボール内の空気の量を調節することによって、硬さを変え、難易度を調節することもできる。 子供を運動好きにさせる学校環境、学級環境、ありがとうございます。